バイトもありませんし、それに私たちクラスメートじゃないですか。ところで調べ物って何なんですか？それは結構大変そうですね。じゃあ手分けしてやっちゃいましょう。あ、この資料じゃないですか。さあこれで最後ですよ。そうですね、意外と早く終わりましたね。そんな、私なんて何も。いえ、バイトではランカさんがいてくれますし、そんなに言われるほどのことは。そんなに言われると。私そろそろ帰りますね。じゃあ。僕はそうでもないですよ。
そんな話ないですよ。帰って勉強でもしたらどうですか？別に見とれてなんかいませんよ。何言ってるんですか、もう。何ですか、その目は。分かっていただかなくて結構です。もう、帰りますよ。僕、ディープ秋葉原に行く用があるので、一人で行ってください。バイトをしてたんですけど、今日お休みの子が多くて、実はこの後もお手伝いしないとダメなんです。ごめんなさい。いえ、せめて直接伝えないとなって。それじゃあ私はバイトに戻りますね。はい、何ですか？え？いえ、でも。そんなことないです。じゃあお願いします。お疲れ様。はい、いつも忙しいのにまして人がお休みだったりするとこうなっちゃいます。あ、そうだ、これ今日のお礼、マグロマンです。こちらこそお仕事手伝ってもらってありがとうございました。今度はお客さんとして来てくださいね。サービスしますから。